生卵はどんなに強く握っても絶対に割れないし、強度がある。生卵は外見からは脆そうに見えますが、実際には驚くほど強度があります。生卵の殻は卵白と卵黄を保護するために設計されており、外部からの衝撃や圧力に非常に強いのです。実際、特定の方法でしっかりと握らない限り、生卵を割ることはなかなか難しいものです。生卵の強度には科学的な解釈があります。生卵の殻はカルシウムとタンパク質からできており、これらの成分が殻を頑丈にしています。さらに卵白と卵黄はそれぞれ衝撃を吸収するためのクッションとして機能し、殻を守る役割も果たしています。そのため生卵はどれだけ強く握っても絶対に簡単には割れないのです。このような生卵の強度は実際には私たちにとって重要な意味を持っています。例えば物事が困難な状況にあっても頑丈な心を持って乗り越えることができるというメッセージが込められていると言えます。また生卵の強さは私たちに計り知れない力を与えてくれることにもつながります。したがって生卵はどんなに強く握っても絶対に割れないし、強度があるという特性を通じて私たちに多くのことを教えてくれるものです。その強度と頑丈さはただ卵を守るためだけでなく、私たち自身にも勇気や希望を与えてくれるのです。